友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に欲しいスニーカーの話をしている。夜行バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。僕は不器用だよ、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。好きだけど好きすぎて、これ以上防波堤の橋、二人腰掛けながらかき氷食べて、歯がしみるとかごめんね、ごめんなさい。前を見ていられたらこれもいいかな、君の一番近くにいるんだから。そんな僕の弱気に透かして尖らせた僕は不器用太陽、出会った時からここで燃えるだけ、じっと動けない臆病太陽。って近くにいたら大事な君まで消えちゃいそうでダメだ。ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。これ以上近づけない。ありがとうございます。ありがとう。もっと頑張る。ちょっともうちょっとリズムを覚えます。あと 2,3 曲いけるのかな。ありがとう、こちらこそ聞いてくれて。何があるかな、リリが歌える曲。ちょっと見てみますね。
うわー、難しいね。わー、懐かしい。前に歌ったことあるね。リンの一人だけで分かる。届いてラブユーとか部活中とか歌ったことあるね。そういえば最近はさ、こう最近の曲ばっかり歌ってたから あとは「君の音だったんだ」とか、かな。乃木坂さんは本当に「逃げ水」とかしか歌えない。嬉しい、ありがとう。みんな逆に聞いてくれてありがとうで、本当に。君の音だったんだ、歌ってみようかな。歌えるかな。スパークル スパークルね。いつも2番の同じところ間違えてるんだけど、今日間違え、どこだっけ、リンドがいつも間違えてるところ。ちょっとまた間違えるかもしれないけど、君はスパークル。ララ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 ラ
か。歌ってみる。ちょっとまた同じところで間違あ、お手柔らかに。あ、そうです、ノットイコールミーさんです。歌ってる君が綺麗、ちょっと泣いた、縮まることのない距離が眩しかった。ちゃんと聞いてもどうしても僕は君がいいな。今日も待っていたよ、だって会いたかったね。ざわざわしたホールでさ、君を思った。ただ広いこの空間で星に混じって、ああ、君はどんな気持ちで空にラブのか教えてよ。君がスパークルだから僕を苦しんでる。好きとか恋とかファンだとかそういうんじゃないんだ。君がスパークルだから僕は生きていける。ああ、なんかもう憧れの人だよ。空の星、僕みたいで嫌だな。そんな光方何も見えないよ。ハートは黒ずんで君しか磨けないね。電車でぎゅうぎゅう揺られ君思う、あの
の広い空から僕はどう見えた。ああ今日の帰り道はいつもよりもちょっと苦しかった。僕しかわからないだから誰も触れないね。人が思うよりも深くて重い海を入れる。僕しかわからないんだから持っていてほしい。空がこのまま飛び込んでくれたら。ごめんなさい、わかった、わかってたのに。きっとこんな人だ作り上げられてる。君はずっとずっと繊細でもっと複雑な人だから。君はスパークルなんだ。僕を苦しめるこの世で一番君のこと思っているのにな。追いつこうとしてもありがとうございまし、ありがとうございまし、ありがとうございまし。365日チャレンジしようかな、もう一回。前回めっちゃ声カスカスだった記憶なんだけど、最後。やっぱりどうしても僕は君がいいな。ありがとうございます。これマイクで歌いたいよね。だったらさ、もっと声張れるし、マイクこのいつ調節できるけど、このマイクだとなかなか限度がありますね。どうしよう、どうしよう。本当にもう一曲何歌うか決めてなかった。ギリだからな。にぎり食べゆう。どうしよう、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 どうしよう。とても迷っている。とても迷っている。あのスパークルとあの好きって言えなかったは、あの恒例行事なので。よし、 OK。 365日行って、
あーやばい間違えた、絶対に間違えた。確かに好きな系統分かりやすいね私。OK これで終わりにするんだ、私は終わりにするんだ。
オッケー。ランキング読むよ。13位サウリーさん、12位キヨさん、11位隣のクルルさん、10位ウッチーさん、9位くすんだ猫さん、8位圧倒的サーティワンさん、7位アンバタさん、6位キャンくんさん、5位豆腐屋マッチーさん、4位アキタンさん、3位キンドウさん、2位アキタの深夜パンさん、1位世界のマッスルさんです。ありがとうございます。はい、あーどうしよう、明日はもう誕生日になっちゃうんだよね、またぎ配信だから。うわー緊張する。18歳終わりたくない新井リリノでした。はい、18歳を終わりたくないです。はい、まあでも仕方ない、頑張ろう。はい、また明日、今日も配信来てくれてありがとうございました。また明日ね、おやすみ、おやすみ。あ、メールとかチャットでなんかいろいろ必要なこと送るかもしれないから、見てください。おやすみなさい、ありがとうございました。バイバーイ。